皆様こんにちは。画家アーティストの中林佳穂です。今私初めてクラウドファンディングというものに挑戦をしておりまして、まあお試しして見ているというかね、機会をいただいて、でちょっとそのご紹介をしたいと思います。はい、こんな感じですね。こういうチラシを作ったんですけど、まあ本当は今ね、デジタル化の時代でチラシフライヤーとか使わない人が多いのかもしれないんですけど、そうでもないかな、紙をもらういただくこともありますね。有限会社サーフプロジェクトさんっていう CD とか DVD をプレスする会社さんで、プロはまあいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、そこの会社さんが始めたクラウドファンっていう、まあなんかクラウドファンディングで CD を作りたいっていう方が多いらしくて、それで自社でクラウドファンディングサイト作ってしまえばいいんじゃないかっていう社長さんのね、アイデアで始まったらしいんですけど、そこでプロジェクトを何かね出したいっていうことで、ちょっとなんか、お仕事で関係してた方からご紹介があって、なんかやらないみたいな感じで、9月の銀座の個展の時にですね、お話をいただいて急遽始めました。でなのですが、今日ね今の前に2本動画撮ってるんですけど、その最初に撮った動画で私が虫垂炎で入院をしてしまったっていうお話をしています。アップする予定です。で、そんな感じでですね、11月全然動けなくて、で期間も年末までだったんですけど、特別なご配慮で延ばしていただけるということで2月末までにしました。で、そんなこんなで、さっきの紙の話に戻りますと、結局身近な方にちょっとお願いをしたりとかっていうチャンスも多かったりとか、絵のレンタルで登録してる、登録アーティストになってるカシエさんっていう会社さんがあるんですけど、そちらで個展のね DM とかを、絵を借りたお客様に、発送してくれたりするんですけど、クラウドファンディングのもチラシ作ったら同封してくださるということで、ちょっと印刷しました。それと、私は今群馬県っていうね、まあ地方の県に住んでるんですけど、出身地で、東京にも住んでたのが長かったんですけど、まあ子育てするにはねいいかなっていうことで、でこちらはやっぱり東京に比べると、まあこれ化してる率も高いですし、あとですね、なんていうんだろう、多分人数が少ない分、人口、いや、いっぱいいるんですよ。何十万人っているんですけど、都心とかに比べると人口がね、少ない分密なんです。人間関係で伝わっていくっていうところが結構大きいんですよね。やっぱり未だ地方は。それで、私もちょっと、5、6年前に戻ってきてびっくりしたんですけど、私と同世代でも SNS をやってませんっていう方とかも結構いらっしゃいますし、それでもね、なんか関係性がつながってるんですよね。まあ逆に言うと、都会より密だったりっていうのもあるし、で、そういうところなので、デジタルだけより紙もあった方がお話ししやすいかなっていう部分もあったり、私がねお会いして Facebook とかでつながってる方だとしても、 Instagram とかそれでもお会いした時に、ちょっとなんかこう、実はこういうのをやっててって言ってお見せすると、なんか存在感があるじゃないですか。だから吸ってみました。で、なんか説明が長いんですけど、でそのサイトをこの、QR コードからいけるんですけど、概要欄にも貼っておきますね。こちらからプロジェクトの概要を見ていただけて、ご寄付もしていただけるんですが、いただけるんですが、なんだっけ、忘れちゃった。ちょっと待って、忘れちゃった。何言おうとしたんだろう。そう思い出しました。その説明文が結構長いんですね。ちょっと今日リニューアルするかもしれないんですけど、今日か近日中に。はい。なので概要だけでもなんかあった方がいいかなと思って作りました。で、前置きが長くなりましたが、絵に音をまとわせるプロジェクトっていうことで、私の絵を元に、曲をね作ってくれる R さんっていう人がいて、自分のオリジナル曲もね作
作ったり、いろいろまあパソコンで仕事をしてる人なんですけど、たまに曲とかも作られててお仕事でも。で、そういうのやってもいいよって言ってくださったので、まあそういう制作費とか、あと、可能だったらクリスタルボールって言って水晶を使った楽器があるんですね。瞑想とかお歌、なんだろうな、直感的な歌とかインスピレーションを使った歌とかヒーリングみたいな感じの楽器がありまして、それが水晶とかやっぱりこうなんだろうクリスタルを使ってるので、そこそこお値段がしたりするので、まあ、そういうことにも使わせていただけたらいいなと思っています。で、今回のプロジェクトのみならず、もし入手できたら私の、 ライブペインティングの前にとか間とかにそれを入れてみたりとか、ちょっとこうコンサート的な感じを含ませたあとイベントにしてみたりとか、なんかそういうのもできたらいいな、皆様に喜んでいただけるのではと思って、このプロジェクトを始めました。で、すみません、今ね、ちょっと映像つながったの分かるか分かんないんですけど、アプリの都合で3分ずつ撮ってるんですね、私動画を。で、編集してたら、その間のね、中の3分だけ、音声だけがなぜか入ってなかったの。なので、今ちょっと撮り直しをしています。なので、何喋ったか、なんとなく覚えてるけど、全部覚えてないから、違うことを喋るかもしれません。はい。でも大体ね、絵のテーマは、生命の進化みたいな感じですっていうお話をしてた3分だったと思います。細胞の記憶っていうのが、私たちこう生命の起源としては最初すごいちっちゃい生物だったね、目に見えないようなところから分岐したり進化したりして、人間に至ってるわけですよね。恐竜の時代とかいろいろ経てね。で、そういうのをテーマに描きたいなと思っています。はい、そういうお話ですね。で、すいません、切れたこの後にね、お山の、私が赤城山でよく遊んでたりとか、そういう話をしてるんですけど、もともと、私へのテーマを生命感、生命力とか、そうですね、ラブ、ライフ、コミュニケーションっていうね、愛と、ライフは生命と、コミュニケーションは、まあ、人とのつながりとか、こう、やっぱり作品を作って見ていただくことで完結したり、循環したりするって思って感じているので、そういうことをテーマにもともと活動してきてますので、そこともリンクさせるような感じで、今回のプロジェクトのテーマもそういう細胞とか、細胞の記憶とか、生命の、進化とか、そこから至る今とかね、あと、森の精霊、なんかこうすごく植物と親和性を感じるところがあるので、こう溶け合えるようなというか、そういうところもあって、まあそんなような、絵も描こうと思ってます。ちょっとこうなんかこう前世が森緑の精霊だった時があるねみたいなお話を分かる人にされたことがあって、まあそれがさ証明できるかと言われてはできないですし、そういうものがあるかどうかはね、人によって信じる信じないはあると思うんですけど、すごく面白いし、感覚的にね納得できるとこがあったので面白いなと思って、ちょっとそういうものもヒントに取り入れてみたいと思っています。はい、うまく次とつながるといいんですけど、ちょっと変だったらすみません。でも内容は一貫してると思うので続き見てください。はい、赤城山っていうお山にね、たくさん小さい頃行ってその森の中で育ってたりとか、そういうのもあるんですけど、なのでそういうのを取り入れて、まあ細胞の記憶だとか緑の妖精精霊みたいなのから、こう今の未来の今の人類に至る人間、今の私たちみたいな感じの絵をいくつか描いて、まあそういうのを連なりにして、あとまあ描いてるとこを撮ってもらったりとかっていうのもあると思うんですけど、なんかそういうのを組み合わせた映像と、そこに音と、まあ私昔2年ぐらいボイトレ受けてたこととかもあるんですけど、その後まあ一人でたまにね歌ったりとか実はしてて、なんかそういうのを、組み合わせた映像と CD を、まあちょっとね CD と DVD 作る会社さんのプロジェクトっていうのもあって、作りたいっていうプロジェクトになります。で、なんか今配信の時代なのにあれなんでみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、逆になんかそのものになるっていうのが面白いかなって私は思っ
って、うん、いいんじゃないって思って乗ってみました。はい。で、まだ、はい、何ですかね、クラウドファンっていう、プラットフォーム、クラウドファンディングのプラットフォーム自体も始まったばっかりだったりとかするので、レアな感じだと思うんですけど、よかったら応援いただけたらとっても嬉しいです。で、リターンはその CD と DVD の他に、ご寄付、ご支援いただく金額によって、その絵を使った T シャツ、オリジナル T シャツとか、ジークレハンガーっていうのが今あるんですけど、こう高精細な印刷でハンガーとしても認められてるような技術があって、デジタルプリントなんだけどハンガーっていう普通のね印刷と違ってもっとすごい綺麗に出るのがあって、それの作品をお付けしたり、あとはもっとポンとご寄付いただける、ご支援いただける方とかオリジナルの絵を描かせていただきます。はい。内容については、描かせていただく内容についてはね、ヒアリングというかご相談させていただいて、例えば私オーダーを受けた時はキーワードから書かせていただいたりとかするんですけど、あと、まあ、抽象的なものが最近は多いですけど、まあ、女の子とか入れたらいいかとか、女の子って言ってもちょっと、デフォルメしてね入れることが多いですけど、妖精とか人形みたいな女神とか、まあ、そういうのがいいかとか、あとはお色味についてとかもちょっと相談したりぐらいは聞かせていただいて、あとは発想させていただくっていうか、発想ってインスピレーション、想像の意味の発想ですね。で、ラフ画とか書いてやり取りさせてもらって、その後キャンバスに描くみたいな感じで制作させていただきます。はい、結構喋りました。はい。ちょっと早口になってしまったんですけれども、そんな感じのプロジェクトです。ぜひぜひ皆様ご支援いただけたらとっても嬉しいです。2月末までですけど、ちょっと早めにご検討いただければ大変ありがたいです。長いお話を聞きくださりどうもありがとうございました。音とか声を使ったことっていうのは、このね人生の中で取り組みたいなと思いながら、この 5,6 年置きっぱなしだったことでもあるので、ちょっとそれに取り組めるきっかけになったらいいなっていうのもあって取り組み始めたので、形になるよう、また皆様にこう、なんていうのかな、楽しんでいただくっていう意味で還元もできるようにしていきたいなと思っているので、形にできるように、応援いただけたらとっても嬉しいです。はい、はい、ちょっと車を締め切ってね喋ってたので、なんだろう、酸欠じゃないと思うんですけど、結構ね車の中は暖かいんですよね。今12月なんですけど、群馬は晴れの日がすごい多いので、なので結構ぜひ喋りましたが、はい、どうもありがとうございました。じゃあ皆様、今日も心は晴れで良い日にしていきましょう。どうもありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。画家アーティストの中林佳穂でした。